除け、後帝の座へとついた孫権。一方魏では、敗走した曹休に代わり満朝が太呉の戦線に着任。呉への圧力を強めるため、合肥の地に新たな城塞を築く。石亭での戦いから5年後、孫権はこの城塞の攻略を決意。蜀の諸葛亮の北伐と連動し、孫吾の軍を合肥へと進めた。五漢の衰退に始まった群雄割拠の時代にも収束の時が近づく。皇統に立ち、父や兄の志を継いでかける若き虎孫権。そして父曹操の後を継ぎ、大国魏を動かす覇道の後継曹丕。勝つのはどちらか、時代を開く真の英雄はどちらか。決戦の息を燃やし、合肥新城に猛将たちが集う。孫権、陸遜、周泰、廉恥が今孫吾の天下へとひた走る。戦うことでしか守れないものがあるなら。動き出しました。ええ。ああ、見えている。そう、ここで雌雄を消してやると言わんばかりだな。での合肥攻め以上の激戦となろうな。巨匠に潜ませた者らの報告によれば、巨匠からもこの地へ向けて増援が動いたということです。皇族を立ち勝つ城を落とすか。ええ、ですがこちらの兵数も十分とは言えません。一人が二人分、三人分、五人分の働きをしなければ勝機は薄いでしょう。ならば問題あるまい。我が将兵はいずれも一騎当選の猛者ばかりだ。皆、この戦こそが決戦と思え。三奪者たる曹魏を打ち倒し、孫吾の天下を勝ち取るのだ。敵の陣は深く、包囲されれば簡単に。出発、みんなで力を合わせて。はっ、この地にて曹魏の息の根を止める。全軍進め。門を突破するために勝者を用意します。城門前の拠点を押さえましょう。私たちは勝たなければ、孫権様の目指す新しい天下のために。
では勝者で門を打ち破りましょう。ここから先は通さない。俺たちの覚悟を受けてみろ。なるほど、勝者への備えは万全ですか。正面からの突破はかなり厳しいですね。では二方から城を攻めます。殿は西へ、私と周隊殿は東へ向かいましょう。起きなさい。交代した者に生きる資格はない。覚悟して戦え。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。
素原子だ。自分はそう思考。戦いが望みとあらば容赦せぬぞ。この私に牙を立てるとは。虎の名は伊達ではなかった。そうとも、私は虎を継ぐ男、貴様を喰らい天下へと進むのだ。思い上がるな。この城は合皮ごとくれてやる。だがここからが始まりだ。何？くっ、まだこれほどの。聞くぞ。え？はあ、ま、そうおっしゃるならば。あがき傷つき続けるがいい。それでも食らいついてきたならば、トラよ、乱世の果てでまた会おう。義はまだはるかに強大なのだな。この城一つ戯れに捨てられるほど。だが虎は駆ける。託され繋いできた大志ある限り。戦い続けよう。野心と戦乱の耐えるその時まで。孫権は全力をもって軍を進め、合肥新城に魏軍を打ち破った。これを受け魏軍の主力は幼州から撤退。孫吾の少子は平定された幼州の地に時の声を上げる。しかし葬儀にとってそれはわずかな傷に過ぎなかった。強大な葬儀孫吾の前に立ちはだかるその壁は未だ高く厚い。あと幾度の勝利を重ねればその命運を立てるのか。戦乱の日々は続き、その先にある時代は姿を見せない。しかし孫権は確信する。孫吾の将兵らの知勇は必ずや葬儀を打ち破れると。父と兄に託された志は必ずや天下へとたどり着けると。虎は駆ける。ただひたすらに未来へと向かって。行け。
始めるか。代を重ね、志をつなぎ、託されし思いを胸にここまで来た。今、ここに全てを成し遂げる。進め、高き虎たちよ。その総我で半生を断つのだ。